例えばあなたが今後1年間は食うことと寝ることと大丈夫を垂れる以外一切のことをしてはならんと命令されたとするんです。会社の上からでもいいです。あるいはお役所の命令でもいいです。あくせく働くことに疲れたあんたのことです。多分振って湧いたこの幸運に飛びつくに違いありません。いずれこれで骨休めができるってこういうわけです。さて初めの1週間はそれこそゴロゴロしてるうちに過ぎてしまう。次の2週間目あたりからだんだんこう退屈になり始める。これが1ヶ月も経ったらいても立ってもいられなくなってくる。そして1年後には多分あなたはもう気が狂ってます。そりゃあそうさ、人間は何かのために働くことを本能的に欲する動物である。何もやるなと言われるのは人間であることをやめろというに等しいよ。気が狂って当たり前さ、いう人がいるかもしれません。または俺だってやりがいのある仕事をしたいし、成績を上げて出世もしたい、その可能性を奪われたらノイローゼになるに決まってるよ。こうのたもサラリーマンもいるかもしれません。しかし実はこんな考え方こそあなたをダメにすることに案外気がついていないんです。こんな考え方は当然の考えではなく、人間が勝手にこね上げた妄念にしか過ぎないです。こんな妄念に取り憑かれているからこそ、就職のために留年校を目指し、そのためにガリ勉を正当化する、あるいはまた人間をどこかに置き忘れた猛烈社員になってしまって、あえくの果てに公害を生み出す羽目になるんです。人間の心に住み着く妄念には、実に様々なものがありますけれども、現代人を最も毒しているのが、この何かのために何かをしていないと落ち着かない、こういう妄念ではないですか。そこで思い出されるのが、蚊の昆虫記で名高いフランスのファーブルです。彼は、日がな一日地面にしゃがみ込んで、アリが巣から出たり入ったりする様子を眺めていたというんです。そのため村中の人々から危険扱いされています。たまたま好奇心の強い奴が、ファーブル君、一体何のためにアリなどを眺めているんかいな、と尋ねてみても、ファーブルは、面白いからだよと答える気だったというんです。おそらくこの時のファーブルは、善でいう、三昧の境地にいたのだと思うんです。何かの目的を持ってアリを眺めていたのではありません。後々困窮期などを表して、がっぱり儲けようなどと考えも及ばなかったに違いない。ただひたすら目の前に見えるものが面白く、我を忘れてアリの一挙手一投足に握っていたのです。ところで、ファーブルの時代も今日も、一日中アリとにらめっこしているような人間は、変人、超人、怠惰、馬鹿などのレッテルを貼られるか、せいぜい精神病理学の観察対象にされるのがオチであることは変わりません。だが、作家の甲斐光健氏は、こうした怠け者をネグレテッドダンディ、つまり怠惰なクール派と呼んでいるんですが、まさにこれはダンディです。そのことに気づかない人間がなんとこの世に多いことか。この点について、ダルマさんで親しまれているダルマ大師に、こんな逸話があります。ダルマさんは今から約1400年ほど昔、インドから中国に渡ってきたお人です。その頃の中国で隆盛を極めていた梁という国に招かれたと思っていただきたいです。当時の梁の王様は武帝と呼ばれ、道教を廃して仏教の信仰が厚かった。寺を建てたり、仏教の瞑想を招いて講義したり、自分でも袈裟をかけてお経の講義をするほどの熱の入れようで、その盛況は名君の一人と謳われた。そのため、道教を信じる人々から命を狙われたほどです。この武帝がダルマさんに出会ったとき、武帝は日頃の善行を並べて、これほどのことをした功徳はどんなものかとダルマさんに尋ねたものです。もちろん大変な功徳ですという返事を期待してのことです。ところが意外にもダルマさんは言ったんです。無功徳。この言葉の心は、報酬を求めて何かをなすということを一言で否定したこと。つまり武帝は良い結果を求めて良いことをしたわけで、絶対的な善とは言い難いのです。だから、功徳があるとは言い難いんです。何々のために何々する。これじゃ弱い。こういうことです。